はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。新垣結衣改め星野結衣です。さあ本日なんですが、最強スキルがですね、実装されましてね、皆さんこの世界の終末というスキルご存知でしょうか。人外作業と言われているね、スキル掘りっていう作業を乗り越えた先に、いろんな最強スキルを持っているんですよ。赤羽社長っていうね、最強キャラクター、赤羽さんもスキルめちゃくちゃ面白いんだけど、全部世界の終末、これね本当に世界を終わらせられます。これめちゃくちゃ楽しい。条件めっちゃきついです。ちなみにめっちゃきついんですけど、この顔面ドーンが3体並んだらやべえこと起こせるって書いてあるんですけど、ちょっとテキスト読みますね。このちょっと条件、この上の方の条件一回飛ばすわ、ちょっと長いからテキストで、ここまた手札から DDDCO ヘルアーマゲドンを3体同時にペンデュラム召喚したターンに一度、手札からです。ちなみにエクストラデッキから出しちゃダメです。手札からヘルアーマゲドンを3体同時にペンデュラム召喚したターンに一度使用できる。フィールド上に存在する DDDCO ヘルアーマゲドン以外のモンスターを全て破壊するって書いてあるんですよ。スキルで全部破壊します。めっちゃ強いめちゃくちゃ強い。全部破スキルでするっていうのは何が強いかっていうと、破壊耐性とか無視できるんですね。例えば今環境には結構花火星ブルームディーバさんとか幻想のとか、昔だったら呼吸トスとか、あと破壊したらなんか効果発動できるようなモンスター、例えばなんだ、デスサムライとか、ああいうねモンスターがいたとしましょう。ああいうのもね全部ね無力化してね、スキルで全部破できるんですよ。スキルで全部破するのにはなんか効果のもうチェーンできないし、何の効果もチェーンできないし、あとそう破壊耐性も無視できるっていうのがありまして、これリンクス特有のね最低なんですけど、これで全てのモンスターをぶっ壊せます。はい、で、CO ヘルアーマゲドンさん3体の顔面で相手の顔面に3連打できるっていうね、こういうスキルです。面白いですよね面白いですよね。ちなみにめちゃくちゃ、大変なのはヘルアーマゲドン3体を手札から同時にペンデュラム召喚しなければならないっていう点なんですよ。だから普通にシンプルに手札にヘルアーマゲドン3体を用意する必要があります。というわけで、いろいろ考えていろいろ試したんですが、デッキがどうなったかと言いますと、こうなりました。引き切るしかありません最初は俺も真面目にやってました。一応なんかそのこいつ魂のカードとかでサーチできるんで、魂のカードを使ってサーチしたりとか、あとケプラーからね、契約書をサーチしてきて、これでサーチするとかやってたんですけども、まあソロワンというわけで、今日はもうねムカついたんで一旦全部デッキを引き切るっていうね、強引な手に出ることにしました。それがフォーチュネディギミックですね、いつもの通りですね。でコンボパーツマジで5枚なんで、基本的にはケプラー、そしてガリレイっていうこのスケールですね、スケールとあとヘルアーマゲドン、ヘルアーマゲドン、ヘルアーマゲドンっていうこの、5枚が揃ったらその世界を終わらせることができるんで、これを5枚を基本的にはそのフォーチュネディギミックで引き切って、でバーンって出していくみたいな、そんな感じのね、イメージですね。で基本的にバックに弱いんで、一応ナイトショットだけ入っているんですが、局所的ハリケーンくださいって感じですね。はいマジでそれで、このスキルのやっぱ難しいところは、結局そのヘルアーマゲドン3体を一気に同時に特殊召喚したところで、こいつに何の耐性もないんですよ。何の耐性もなんで、めちゃくちゃ失敗します。失敗してしまうところがまた可愛いよね、ヘルアーマゲドンさん。俺好きだよそういうモンスターというわけでね、早速この顔面を、3体同時に並べてぶん殴っていこうと思ってます。ちなみにこのスキル、アニメの原作再現なんですよ。アニメではユウヤくん相手にこの3体をねめちゃくちゃ並べてドヤ顔するっていうね、そういうシーンが一番最初にあるんで、赤羽社長の一番最初のデュエルね、すごくね思い入れがある、モンスターではあるんで、僕もアーク5アニメ好きなんでね、なんでそのアニメの原作再現を実質やっていくみたいな感じで見ていただければなと思います。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、マクドナルドさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。OK、とりあえず先行は展開していただいて、毒風のシムーンの効果発動、はいはい、BF ね、いいでしょう。チューナーモンスター、ブラックフェザー、
疾風のゲイルは全部チューナーだけど、まだ全力ではないぞ。大丈夫、全部チューナーってけど展開ミスってないって。もういいか、来い。こっからまあ割と反動強い方なんで、魔法カード。さあこっから私は今からソリティアをね始めますからね。そしてフォーチュンディポシティの効果を発動。誰やねモンスターで、ごめんな、ちょっと今からソリティアするから待ってくれ。でモンスターのレベル上げていく。でフォーチュンディライティの効果を発動。特殊召喚、私はツードロー、モンスター効果発動、攻撃圧発動。あーん、手札からこれはちょっとナイトショットいらなかったパターンですこれね。でライティ除外から戻してツードロー。強い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 。ビジョンはあんま意味ねえな。でワンダーワンダー発動、装備魔法発動。でこちらにパスティに装備して、でパスティをリリースしてワンツードロー。カオスソーサラ行きたいね。あー神ゲーだわ。神ゲーだわ。ワンダーワンド発動でワンダーワンド効果、はい。で煉獄、はい。で煉獄、はい。よし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 。いけるぞ。まずはデュディ魔導賢者ガリエをペンデラムスケールにセッティング。そして魔導賢者ケプラをペンデラムスケールにセッティング。見よ、これが最強のモンスターだ、ペンデラム召喚。我が魂を揺らす大いなる力よ、この身に宿り闇を引き裂く新たな光となれ、ペンデラム召喚。うおー、私のモンスターたちを DDD シオベルアーマゲドン。はい、召喚ムービーどうぞ。うおーかっこいい。顔面ドーン、顔面ドーン、顔面ドーンかの顔面ドーン。顔面ドーン。シーロベルアーマゲドン。こっちみんなし、こっちみんなし。そして見よ、この壮大な盤面を見よ、これスキルを発動してるぜ、スキル発動。はい、世界を終わらせまーす。モンスター全部っぱでバゴーン。最強か、このデッキ、このデッキ最強なんだが、ヘルテンタクルウィップ。うわー神ゲー最強。どうやら理解しようだな。そうだ、これがデュエルリンクさ、ふん、勝士。さあお相手の方、不動のデュエル、なるほど、俺のターン。はいはい、了解しました。とりあえずハンドはまあちょっと1回目の煉獄してから考えましょうかって感じですかね。このデッキ結構ね成功確率は割と低いんでね、フォーチュンレディギミックが揃わないといけないか、割と勝率多分 2% くらいじゃね、勝率多分 2% くらい。はい、仲裁の効果発動。仲裁いいよ、レベル8。はいはい、ビッグ弁慶さん、オッケー、弁慶来た、なるほど、いいよ。フィールドから墓地に送られた岩投資の効果発動。はいよ、でグレートウォール、なるほど、割とこれ脳筋盤面超重武者ソング、グレートウォールの効果発動。やば、強っ。私も無駄に動いた者が負けとなる、よく覚えておけ。ビジョン来た、やった、強い、めっちゃ強い。継続魔法発動で、ビジョン効果コーリング持ってくる。でライティ召喚、モンスターを召喚、でコーリング発動、魔法カード発動、コーリング効果、ライティパスティ持ってくると現れろ、モンスター、これはね反動めちゃくちゃ強いですね。今の連続で手札枚数調整もなんかできそうなんで、いけそうな気がしますね。モンスターを、除外されたんでビジョン効果で、効果で破壊されない効果になった。でライティ効果で、特殊召喚していくボーテリー、
モンスター効果発動。ゴーテリー効果2ドロー。あーいいねいいねいいねいい。とりあえず2枚ドローしようか。2枚ドロー2枚あるんで、なんか割といけそうっすねこれ。残りだけ6枚まで。あー強いね、めちゃくちゃに強いよこれ。ワンダーワンド装備で2ドロー。装備魔法発動。はい、あ強っ強っこれも引き入ったんじゃない、さすがに6枚でしょ。装備魔法発動。まだわかんねえか。ちいちゃんは発動していいな、していいですね、していい。負の連呼があるからしていい。でこれで1枚ドローして、はい、モンスター効果発動。はい、ナイトショット OK で、ワンダーワンド装備して、装備魔法発動。はい、で2枚ドローして、装備魔法発動。はい、で無の連合発動して、魔法カード発動。はい、で、ペンデラムスキャルにセッティング。DD 魔導賢者ガリレーをペンデラムスキャルにセッティング。そして DD 魔導賢者ケプラーをペンデラムスキャルにセッティング。これでレベル2から9のモンスターが同時に召喚可能。ペンデラム召喚、ペンデラム召喚。現れろ全てのオーボ玉ねし超越神。すべての王をも滑る超越神。DDD CO エルアーマゲドン。召喚ムービーどうぞ。顔面ドーン。はい。顔面ドーン。この盤面やばすぎ、この盤面やばすぎるだろ、この盤面やばすぎるわ。見るがいい。さらなる進化の可能性を。はいどーん。はいモンスターズループドーン。つえつえ最強だ、いけダイレクトアタック。うおー対戦ありがとうございました。これが世界の終わりよ、世界の終末。 DDD 最強環境トップ対戦ありがとうございました。さあお相手の方はホソヤ対決きた。早速始めましょう。ハンド杖、俺もハンド杖ぞ。ホソヤ対決きた、ホソヤ対決きた。モンスターを伏せる。おい、おいえじゃないか、どうしたホソヤ。こっちのホソヤもうちょい強えぞ。とりあえずライティを召喚するぜ。モンスターを召喚。ライティー、あ、なんかあるな、ちょっともう本当やめてください。で、フォーチュンレディーコーリングを発動。魔法カード発動。フォーチュンレディーコーリングの効果で、フォーチュンレディーパスティを特殊召喚。見るがいい。モンスターを特殊召喚。そして、パスティの効果発動。モンスター効果発動。パスティの効果でレベルを上げながら特殊召喚したいな。なんだろうな、フリーチェーン。モンスター効果発動。なんだあれ。とりあえずちょっと一回気持ちよくなっていいか。モンスター効果発動。これドローソースないときついな。あるね、いいねいいね、いいよ今のところ。なんだろうなあれ、サイクロンとかそっち系だったらこれ破壊されるよね。でもね、サイクロンとかだったら破壊されそうな気がする。でフォーチュンフューチャー発動。魔法カード発動。で除外から戻ってきて2ドロー。はいはい、あ1枚からだったらいいですよ。ワンダーワンド装備魔法発動。はい、でワンダーワンド装備、ワンダーワンド効果2ドロー。はい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 、あいいですね、非常に非常に非常に。でカオス操作な特殊モンスターを特殊召喚。でワンダーワンド発動、装備魔法発動。はい、でなんかあんだよな、チェーン。なんだろうあれ、煉獄、あと1枚煉獄。やばい煉獄、魔法カード発動。これ1枚足りないか煉獄。あやっ、あーナイトショット1枚と。ナイトショットきた、ナイトショット、ナイトショット。サイクロンやっぱりな、撃てばいいのに、撃てばよかったのに。どうした、魔法カード発動。これまなんかさ、これ引き切れなくね。あやばい、ちょっと余んなかった、まずい。あーでもこれ一応あれか、これ揃ってんのか一応。ガリレーペンデラムスケールにセッティング。そしてケプラーをペンデラムスケールにセッティング。ビンゴ、うわああそっち、バカめ、まだいけるぜ。
俺は DDD、CO、ヘルアーマゲドンをペンデラムスケールにセッティング。これでレベル5から9のモンスターが同時に召喚可能。手札からトラップ発動。ええー、ええー、え